さて、スポーやっていきましょうか。前回何してたっけ？収録日が変わりましてね、今何してたか思い出せなくなったんだけど、シャイル帝国さんね。あ、ここの人はね、まあ人じゃないけど、まあ友好的なんだよね。また会えるなんて夢のようです。あなたのようなお付きと地位を兼ね備えた人物と関わることができるのは、ティタムド星全体にとって大きな喜びです。こいつ、逆にバカにしてるよね。あなたが気分よく過ごせるよう遠慮なく言ってください。私たちにできることがあれば、どんなことでも喜んでしますので。で、トレードとかね、こういうのもやっていきたいなと思ってるんですよ。でもエネルギーパックじゃない、コロニースパパック。あ、今俺が持ってるもなんもないんだ。あ、そっかそっかそっか、じゃあダメだ。戻って。リチャージはいらないか。外交。ここら辺のね、いろいろお話あるんだよね。どうしようかな。で、この国とは交易ルートを結ぶことができたっぽいね。うん、交易ルートを終わらせたいんだけどって言ってるもんね。うん、オッケーオッケー。同盟締結で両帝国は今よりも強大になる。そうだよね。申し訳ありませんが、今はあなたのような偉大な種族との同盟を結ぶことに同意できません。仕事が忙しすぎます。手助けしてくれるならもう一度考え直すかもしれません。こいつやっぱあれだね、すげえヘリクタって言うけど、割と利用しようとしてるよね。一番悪いやつじゃん。じゃあこっちはもう強気でいくわ。そちらにとって価値がある存在だって証明してみせるよ。今何も依頼できることはありません。空いた時間に店に来てください。くそ、なんか虚しい。まあまあ、交易ルートはね、結べたから、まあいいんじゃないかな。うん。うん、そんな仲悪くなる必要もないし、これ以上やめとこう。突っ込みすぎたらよくない。さて、じゃあ次何していこうかなって感じなんだよね。あれ、なんだ？リーフル帝国からの更新です。リーフル帝国ってどこ？ここ？あ、誰？君は誰だい？誰かに連れてこられたのかい？うわー、何こいつ？なんか形気持ち悪い。そして、帽子おしゃれね。でもこれ通信終了しか選べないよ。あ、来ちゃった。まあ、いっか。え？何製だって？ここじゃない？なんかフーリル？なんだ、そんな感じの名前だったよね。なんだ？さあどうしようかな。待って、一回ね、チャージしたいの。チャージしていこう。富士 D、富士切り大惑星に。はい。で、戻って。スパイス。はいはい。さて、今のミッションは、スパイスを他の帝国に売るっていうのがミッションだから、どっかね、売れる場所、てか新しい宇宙人とかね、会いに行きたいもんだけど、あれ、どうやって行けばいいんだ、こっちまで。こうして、こうして、こうあったかな。はいはい、こうしてか。そう、新しいところに行きたいなーってね、思ってる感じですわ。ただね、飛距離がね、遠いのかな。こっちが行ったらいいね。で、こいつらは同じだよね。だから別にいいや。どっかいねえかな、宇宙人。他に。全然ねえな。これだけか。試しに売れるかな。売ったらミッション達成されんじゃない？どうも。はいはい。で、トレード。これを売却してみる。OK。あ、これでミッション OK ね。まあ今はまだチュートリアル的な感じのこともしてる最中だから、あんまり変に動かない方がいいね。また前みたいにバグる。よし。で、ミッションこれ達成と。母星に戻ればいいの？うん。帰ったよ。はい。上出来ですね。資金を蓄えておけば宇宙専用のツールを買い足したり、修理と補充の費用を払ったり、コロニーをもっとたくさん建てたり、他の帝国に資金提供をして、関係を向上させたりできるよ。あなたにお願いしたいミッションはまだまだある。受けてくれるかい？受けてくれれるかい？はい、乗った。いいよ。艦長、銀河中に偉大なるボヘミアの帝国を築き上げる準備はできた？これからもまだまだやること、覚えることが山ほどあるよ。まず初めに、どのミッションから始める？いっぱいあんなー。どうしようかな。宇宙を探検。帝国もっと大きく。宇宙に住んで他の人と交流。あー、割と、これ、探検か交流だね。どうしよっかな。交流したいな。わあ、長いな。
適用的として誰を目指すかよく選ぶんだね。誰かと仲くするのは誰かと喧嘩をするより難しいから、そうね。攻撃をしたり贈り物を渡したり音楽を演奏することで相手の国となってなれるよ。そして相手国は十分に恋を持つと後の同盟国となってくれる。長期的な目で見るとより多くの方を持つことは非常に有力なことだからね。同盟国は防衛力を提供してくれるので銀河城を試すのが容易になるし、素晴らしいスパイスの攻撃相手もある。宇宙船の補給と修理をさせてくれ。何よりも新しい道具の供給源となってくれる。また同盟国は先日あなたの戦隊の隣に止めてくれるからね。まさにバッチリで簡単に大きくすることができるよ。長い。じゃあ他の帝国との攻撃ルートを確立したいと。まず商品の取引をする相手となる帝国を発見する必要がある。さらに私たちの交易ルートを確立したいと考えていないとね。このミッションが完了したらあなたに2万スポアバックスを払うよ。はい、もうお金はどうでもいいんだけどね。どうすればいい？友好関係にある帝国を見つけて短距離ビデオ通信機を使って外交を通じて交易ルートを確立してくるんだ。はいはいはい、やりますよ。はい、スパイスにアレルギーはないんでね、取引しましょう。あなたが頼りになることは分かってるよ。交易ルートを確立させれば収入が増大してお互いにより良い関係性を築くことができるはずだ。はい、もう一つだけ。はいはいはい、リチャージして、はい、 OK で交易ルートを確立しに行けばいいのかな。じゃあ今のところ友好関係にあると言ったら、まあうまくこっちのと利用しようとしてるっぽいやつだけど、すげえへりくだって話すあいつらのところかな。いっか、しょうがない。あっち側だよね。こう行ってこう行って、あれどこだ、これか、ドシキビ星か。こいつらに短距離ビデオ通信機を使って話をしてきてください。普通に話すのでいいのかな、外交。これでね、あれ交易ルート確立してたよね、同盟か。同盟いける？うん、関係はいいけど、やっぱりダメだね。お、なんか出てきた。私たちの産業カルテルが開発を行うのに適しているかもしれない新天地が発見されました。どの産業がふさわしいかを知るためにまずその天然資源の調査が必要です。相応の報酬を出しますので調査を手伝ってくれませんか。そこは遠い？ネロウザ星はダクレミ星系を回る軌道。はいはいはい、じゃあこれやってあげたら同盟結べんのかな。うん、なんかすげえ言ってる。素晴らしい、こんな風に助けてくれるなんてあなたはいい人ですね。気づいていましたか。自分たちで言ってもいいのですが、でも太陽圏の境界線を越えてしまったら大抵誰かが蛇口を開きっぱなしにしたんじゃないかと思い始めます。自然といつものパニックが起こり、すぐに船を展開させなければならなくなります。うまく利用されてる。ですから出発の前にアイロンとかそういうものをつけたままにしてないか確認してください。いいですね。お前らじゃねえんだよ。じゃあ聞きたいことなんかある？あ、特にないか。まあ、リチャージもいらないよね。オッケー。じゃあ、これやってあげようか。そしたら、いいんじゃない？ダクレミ星系内にあるのね。で、ダクレミ星系。あった！ここのネロウザ星に行けばいいのね。これだ。これの植物や動物の、何？標本を集めましょう。標本ってどの程度？どうしようかな。ちょっと待って。特にレーダーが指し示してないってことは自由な感じか。じゃあ回収ビームで行きますか。はいはい、これを回収していく。これでいい？こういう感じ。とりあえず回収していくか。はいはい、全部持っていくよ、この惑星のものは。はい、持っていく。あ、だいぶこれでいいっぽいよ。俺は物足りないね。もっとこの星の全ての資源持っていく。ほれ、持ってきたぞ。これでいいんじゃない？はい。あなたの行動により、この帝国とは友好状態になっているようです。通信を開き、外交交渉によって同盟締結を提案しましょう。OK、やっといける？これで。はい、本当にありがとうございます。お約束通り2万スポアバックスです。おお、すごい。
惑星に追加された新しい要素で全体が格段に安定しています。本当にいい感じですよこれは。そう、ちなみにですが、あのならず者の保護者の方々に厳重な攻撃部分を送りつけておきました。もちろん無記名で。なんだこいつら。よし、で聞きたいことがあるんだけど、はい、で外交で、おし、お前らちょっとムカつくけどよ、ちょっと仲間欲しいんだ。協力し合えば互いの国民を繁栄させることができるよ。はい、お、この同盟で銀河に幸福をもたらすことができるでしょう。あなたの申し出を受け入れます。お、オッケー。ああ興奮してきた。これは壮大なことになるぞ。オッケー。結んだっぽい。幸せの歯と外交官のバッジを手に入れました。やったね。で攻撃ルート確立しましたのかな。あ、攻撃ルートではないか、これは同盟だもんね。で攻撃ルート、これも提案したい。オッケー、これも完了。これでミッションコンプリートね。攻撃ルートが確立できたので、帝国間でスパイスのやり取りが自動的に行われるようになりますと。この協力関係により、相手の惑星の買い取りに向けて一歩前進したことになるでしょう。相手の、あ、星系の買い取り、別にいいよ、好きに暮らさせようよ。まずこれで母星に戻りますか。はい。うわ、なんだこれ。え、なにこれ。あ、え、な、え、これはどういう丸。あ、これだ、同盟ね。あ、この緑色の星系がこれ同盟になってるってことね。了解。ただいま。オッケーだよ。戻った方がいいの？戻る必要まであんの？お話するだけでいいか。はい。やりましたね、艦長。すぐにスパイスの貯蔵品を手に積み始めるよ。おそらく他の星系を買うのに十分な資金が手に入るよ。どういたしまして、行く前に一つ。まあ、リチャージしとこう。ふう。次のミッションは？うん。ああ、こういう感じで、他のミッションもやってたらいいんだ。宇宙を探検。ちょっとしてみたいね。してみよっか。あ、また長い。銀河は広大に広がり、まだまだ探索できる場所はある。まだ未発見の惑星や未確認の生物がいて、科学者たちはあなたがそれらを発見することに期待してるんだ。なるべく多くの惑星飛び回り、旅の途中であなたはいろいろな生物や奇妙な惑星、異なる文明に会い、様々な謎を解き明かすんだよ。いろいろな場所を探検することで、探索か、探索することで、あなたに与えられる予算が増え、それによって新しいツールを購入することが可能となるよ。またそれらのツールはあなたのために手助けしてくれることになるはずだよ。で、アーティファクトを探してみたい。惑星に色を塗りたい。ん、俺は何を言ってんだ。アーティファクトってなんだっけ。収集アイテム、興味深い収集アイテムはいかがでもある。それらのアーティファクトは珍しいもので、貴重なコレクションの一部だったり、他の帝国に買い取ってもらうことが可能。なるほど。まあ今はいいや。とりあえず今ミッションが何もない状態で、割と今自由時間なんだよね。どうしようかな。どっか探検しに行ってもいいなーって。あ、なんだこいつら。ん、知らないとこじゃないこれ。え、知らない。あ、こいつらだ。あ、外交を拒否した。違う違う違う、それしか選択肢なかったんだよ。行く？出た。言ってることも半分もよくわからん。さてどうしようかな。よっけ、我こそはボヘミアンから来ました。うん、まあ別に悪いとちゃ なさそうだね。外交拒否したっていう、そんなことないんだけどな。外交、攻撃ルートを確立してみようか。ん、まあそうだよね。だからミッションを受けてあげよっか、なんか。うん。僕らちょっと作ってんのか？ほら、興味深い考えだね。何か、仕事ある？ノーベンバー星を見るのかい？惑星全体の雰囲気、一級のほうが美しいんだよ。あそこの準備何か送っていけたことになるけどさ、それを聖杯いくつか集めておこうとしたんだ。でね、ちょっとだけ問題があってね。今、ちょっと。お、人も持ってないんかい？見つけてくんの？どっから探せばいい？うわ、結構あんな。テブゴス星はタヌキニア星系ね。はい。顔、
カオポア星系のガワオク星、カルルン星系2のクエブリ星から聖杯を取ってくる。それで集めたら、ノムベンバ星に届けるの。俺らが行っていいのそれ。お前らが行くんじゃないよ。まあいいや、手から俺らのものになるしな。4万スパーバックス、いいよやろう。うん、まあまあこれでミッション受けて攻撃ルートのね確立したらいいんじゃない。はい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 。でまずどっから行く。タヌキニアとカオポアとカルルン星系、ここじゃないね、出て、あ優しい、出してくれてる。でカルルン星系ね、はいはい、こういう冒険楽しいわ。でここだね、クエプリセ、わあ赤い海だ。でこういう時はレーダー使ったらいいかな。おオッケーオッケー、ナイスナイス。どこ聖杯って言うけど、聖杯あ近い、俺が思ってる聖杯の感じ。あこれ思ったより聖杯だな。もう思ってた通りだった。はいこれん取った、あ取ったね聖杯。はいはいはい、じゃあここ出るか。はいん、ここここ関係ないな、なんかいるわ私やつが。陰形聖形、はい、いいやこいつらまだ後でにしよう。でタヌキニア聖形ね、こっち行って聖杯探し。なんだ、あ15の聖域を探検したからね。で行きたいのはなんだっけ、ここの聖域なんだっけ、テブゴス星か、どれだこれだ、テブゴス星。なんかいる、ここん生命いるんじゃない。この惑星から珍しいスキャンパターンが検出されてます。なんだ、何があるってんだ、生物ではないし別に。ん？どうした宇宙？宇宙船のレーダーがこの惑星上で興味深い物体を検出しました。はい。何今更、宇宙人も見て、聖杯を見て、それ以上何がある？あ！ん？銀河系は珍しい一品、像や化石などでいっぱいです。それら珍しい収集アイテム一つがまさしくここにあるようです。ほうほうほう。あ、これ高いんだ。なるほどなるほどなるほど。よくやった宇宙！あった！これか。聖杯あった。で、これを、取ります。取ったかな？取った。で、さっきの、それそれ、どこ？これか。はい。持って帰ろ、これ。うん。赤紫色の、小動石？ほえー。貴重なんだ。10個のうちの1つ。じゃあ10個しかないのかな？それは貴重だわ。オッケー、最後ここのガワオク星。あれボヘミアン、嘘でしょ、ロナレゾル星。待って、その聖杯がある星はこっちだ。あボヘミアンがいる星だ。先にここに行って聖杯を取りに行こうか。うわー結構しっかりボヘミアンしてる。うわぁ、パラレルワールドを見てる気分だ。かわいい。かわいいから持って帰ろう。断末魔が。ほら、ボヘミアン帰るよ。お前らのいるべき星はここじゃない。富士ギー富士切り大惑星だ。帰るぞ。聖杯はどっかな？いやぁ、でも、そっか、この星ではまだ、集落ステージって感じなんだ。まだ可愛い時期だね。あった！聖杯だ。これを持って帰っていいのかな？ OK、3つ。これで全部取ったかな？ OK、OK、OK。じゃあ持って帰ろう。と思ったんだけど、そういえば、ここ、なんか信号あんだよね。行ってみよう。ロナレゾル星。何がいるってんだ？
なんかある、ここにも。あ、ここにも同じくあれなんじゃない？さっき言ってた、あの、お高いやつが。ここにあんの、なんか。ちょっと、周り邪魔だな。あ、あ、あ、燃やしちゃった！もったいな。いや、絶対なんかあったじゃん。うわぁ、回収ビームととしたらもうビームで燃やしちゃった。まあいいや、こんなこともある。宇宙は広いし。オッケー、持ってきたよ。リーフル帝国。この司令官との反省が自然のために貢献するといいんだけどね。で、若干良くなった？そんなちょっと？プラス10程度のことだった？もっといくでしょう。で、俺がしたかったのは、こっちこっち。なんかいるよね、ここに。君誰？君ら誰？ん？あれ？またリーフル帝国だ。あれ？あ、なるほどね。同じリーフル帝国が違う星を持ってたんだ。すごいな。で、そこに聖杯を持ってきたのね。ああ、そっかそっか。3個持ってくるってのは結構な数やな。それってで、ちゃんと持ってきてるのか？なんちゅう態度や。持ってきたよ。オッケーオッケー。で、受け取ったと。はい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 。で、これで、いくらか良くなった？関係。攻撃ルートは、まだいけない。働き損だよ。よし。ん？どうした？ティタムド製で、惨事が起こっています。え、もし自分の帝国が同盟国に何らかの惨事が起こった場合、イベントログでそれを仕事を開けます。あ、こういう感じでね。マジか、どうした？北本星？北本星って誰だったっけ？